は32号線を川の向こう側に行きます。今から行くんが橋からとことんっていう、もう三直位置だよな。食堂もあるということでちょっと行ってみましょう。クリアン、ナルトキンプ、イヨカン、いろんな種類がある。サクラバー、アッチャン、ユーズアン。ご飯は白とナッパが入っとんと選べるんやけど、これが何ぼやったっけ。850円。唐揚げ定食もこのボリュームで850円。日替わり定食は何ぼやったっけ。700円か。もうさすがに売り切れてました。でも何もかけんのやつも、うん、いける。味噌汁、これナスビとかいっぱい野菜入って美味しそうやな。でこのご飯やっぱり塩にするか、このナッパが入っとうにするか迷ったけど、いや味がついとって美味しい。いや、ミルフィーユ、ほんまソースとかかけてくるんやけど、ちょっとかけるの忘れたけど、そのままいきます。うん、サクサクで美味しい。まあドレッシングとかあったらいいんやけど、なかったもいける。美味しい。タコさん食べてみ、これ、うん、これめっちゃでかい。美味しい、うんうん、おいしい。ニンニクがごっつい効いとって美味しいな。うん、これももカリカリやん。うん、おいしい。唐揚げの方が味が濃くて美味しいな。食後のコーヒー無料です。外で食べようか。定食の後のコーヒーはうまい。外でさっき食べようったけど、暑いとこっち行きました。